最後に、おまけだけ紹介します。はい、これもう一個買いました。じゃあこのレジ袋は、3円でございます。はい笑ってるけどねあの、もう一度忘れてた。あの、そう、よう考えれば、コンビニとかスーパーとかだけなくね、あの、全部の店ですよね。うん、袋揺れなっちゃって。完全に忘れて、袋持ってきてなかったんですよね。バカだね、ほんまに。まあ別にいいですけどね。うん。だからやっぱ家電量販店に関しては結構不便かもしれない。物量、量点によってはね。うん。はい。あ、ちなみに今回買ったのがケトルですね。はい。タイガーさんのやつです。はい。で、今回なぜタイガーさんを選んだのかというと、これどうしようかな。また別動画になってるかもしれませんけど、時間によってはね、なってるかもしれないですけど、なぜタイガーさんのやつを買ったのかというと、単純に言いましょう。特に何もございません。やっぱ値段で買いました。これ大体4000円ぐらいです。あの、4000円ぐらいです。ほんまにね。はい。4000円ぐらい買ったんですけど、全く同じ値段で、TWRさんもございました。はい。県西民でもね、ございました。1個は 1.23 ミリリットルだったけどな、5リットルだったけど忘れたけど、そんなもんの容量のやつが、ありました。あとちっちゃい音、これとこれの、800ミリリットル版、8リットル 0.8 リットル版ですね、の TWR 版もちゃんと売っておりました。はい。で、なぜ今回 TWR にしたかというと、特にマジで理由ないんですよね。ほんと僕に関しても、あの TWR のTWR のがいいのか、それのタイガがいいのかっていう感じですよね。うん、見た目で言えば正直タイガさんの方が良かった。見た目だけでね、判断すればね。で、用途的に言えば、よくわかんないです、正直で。そこがよくわかんないですよね。うん。だから今回、見た目のみで買いました。あとはね、ちっちゃい手もあるからね。うん。まあ、一応開けていこう。はい。これを開けちゃって、本当は正直、象印さんの方ですけど、象印さん高いっていうのもあるし、ろくな機能が、自分の使わない機能がついてるんですよね。だから今回、シンプルなタイガーにしました。はい。パカパカ開けていくと、まず説明書ですね。説明書。そして、これが実際の置き台ですね。はい、置き台ございます。で、こうやって、よし、はい、これが本体ですね。ざっくりしましょう。せいやー、はい。説明書使わない、これ置いとく。はい。で、これが本体でございます。はい、こんな感じのもの。はい、まあ、なんの変哲もないポットですね。で、今回なぜこいつを買ったのか、ちょっと一個だけ理由あります。それが、蓋取れるんですよね、うん、やっぱりこれがやっぱこいつをね買うっていうね利点になったこと、うんうん、やっぱ蓋が取れるっていうのが良かったんですよね、うん、今使ってる蓋取れないですよ、うん、だから言うね、それが良かった。あと一応そのこういう感じでボタンもございます。これ何に使うのか用がない、うん、やっぱその確かなんかあのお湯漏れのなんか防止するとかだったっけな。多分そんなボタンだと思います。おそらくね。あと、こいつのデメリットといえば、蓋がちゃんとつかないときあるんですよね。ほら、片方開いちゃってるでしょ。やっぱちゃんとね、押し込まなくちゃいけない。うん。うん、ちゃんとこういう感じでパンと押したとしても閉まらない場合があるので、ひじと両方押すって感じですね。うん。まあ、何の変哲もないやつですよ。うん。まあ、特にあの、答えもなく、あのやっぱ今使ったやつが蓋取れないってことが、蓋がなんかやっぱあの水入れた時に蓋が邪魔なんですよね、正直で。ですので蓋をちゃんと取り外せるもので買いました。じゃあ僕は蓋つけてやるはずです。はい。まあいろいろ太地になんかゴミがね入ってくるのめんどくさいからね。はい。で、あの沸き時間に関してが、あのそんな僕気にしないです。実は僕あの沸く時にいつもねお湯しをしてるんですよね、うん、水じゃなくて。めんどくさい時はねお湯してますけど、こんな感じのものですね、ちなみに。はい。まあ、特に気にせず。はい。まあ、お湯使用してるので、時間に関しては特に気にしないです。ただ、早くなったなと思ったら、まあ、ツイッターで500ぐらいかな。はい。あ、早くなったって感じで。まあ、こんな感じで、今回は本当に終わりにしたいと思います。ちなみに、ケトルの方がだいたい4000ぐらいだね。